ムカついてムカついて眠れないので10日。会社の社員食堂で、同期と盛り上がっていた。話の内容は、西島秀俊がかっこよすぎること。ご本人の性格は知らないけど、潜入捜査官とか刑事もののドラマのイメージを鵜呑みにして、影のある男性っていいよね。と話してた。休憩時間が終わる頃、30代の A 先輩、雰囲気イケメンが話しかけてきた。A 先輩のお兄さんが独身で、紹介を受けてほしいって。同期は、彼氏がいるとか、好きな人がいると逃げて、彼氏のいない私が、紹介される流れになった。A 先輩が、きっとタイプだと思う。というので、ちょっと期待してた。翌日、金曜日の夜空いてる?と聞かれ、ちょっと高級なフレンチレストランを指定され、19時に A の名前で予約してあるから、行ってきてね、って。A 先輩は来れないので、いきなり、お兄さんと二人で食事することになった。それが昨日、おしゃれしてレストランについて、A 先輩の名字を伝えると、お席でお待ちですよ。ドキドキしながら、案内された席について愕然。この画像の、右側みたいな髪型の男性が座っていた。ニコニコしながら自己紹介する A 兄に対し、私はパニック。リアルで、こんな髪型の人、見たことがなかったし。実際、注目を集めてて、周りの席のお客がチラチラ見てるし。A 兄は、無駄にハイテンションで、声が高いし、恥ずかしくて恥ずかしくて、私はなぜか汗だく。料理の味もわからないし、とにかく早く帰りたくて。デザートが運ばれてくる前のタイミングで、ごめんなさい、ごめんなさい。と謝り倒して、パニクって、財布から5000円置いて逃げた。同期に結果報告したら爆笑された。うちの会社は、今日は土曜出勤日だったので、早めに出社して、始業前に A 先輩に謝ろうとしたら、出勤早々、A 先輩が詰め寄ってきた。ちょっと来て。と給湯室に連れ込まれる。なんで帰ったの?ごめんなさい。なんで帰ったか聞いてんの?ごめんなさい。無理だったんで。ここで泣いてしまった。ハゲが好きって言ってたから紹介したのに。ハゲが好きなんて思ってもないし、ハゲは嫌です。ふざけんなよ。影のある男性、って言ったのが。ハゲのある男性って聞こえたらしい。ちょっと来てるとか、ちょっと交代してるとか。ぶっちゃけ、若ハゲとか Y 字とか M 字とか。100歩譲って、志村けんくらいハゲてても、逃げなかったけど。中国の人形みたいにつるっぱげてて、前髪だけあるギャグみたいな髪型の男性と食事なんて、罰ゲームでもかなり極刑。A 先輩が、紹介してやったのに、逃げた女。と言いふらしたから。同期が画像を見せて。こんなん現れた。と広めてくれて、私には同情票が集まってる。私のことを、高望みの高飛車女。と罵ってたらしくてムカつく。中国人形なんか紹介すんな。人生で初めて見た衝撃的な髪型だったので、ここに投下させていただきました。